皆さんこんばんは、 MK です。レゴマリオパート21やっていきましょう。今回はこちらキノピオと宝探しやっていきたいと思います。それでは早速開けていきましょう。箱が大きすぎてカメラに入っていないんですが、早速中身見ていきましょう。こちらまずは5番の袋、今回は何番まであるんでしょうか。はい、次に1番の袋、1番はキノピコみたいですね。なんで1番がキノピオじゃないんでしょうか。2番がキノピオの袋。はい、そして次こちらが9番の袋。マジで今回9番まであるんですか。待てよ、10番超えしてそうだな。はい、そして次に6番の袋、これは多分この大きな赤いお家を作るやつなんでしょうね。はい、そして次こちらが何も書いてない袋。何も書いてないのはステージを作るときに使うんだと思います。はい、そして次に4番黄色い袋、これは何なんだろうちょっとよく分かっていないんですが、待てよ、箱の奥まで手が届かないんですけど。はい、次に7番の袋、これも何なんだ、分かりません組み立てるまで分からないものが多いんですよ、レゴマリオは。はい、そしたら奥の方からこちら8番の袋、これはこの紫の家っぽいですね。紫の家はなんだか毒々しい感じがするんですが、はい、これが3番の袋、なんか少なくないか。これぐらいだったらどっかの袋に入れてもよかったんじゃないかなと思うんですが、はい、そして次こちらが10番の袋。待って、これさ、全部終わらすの何パートかかるんだ。あー、これで終わりだな。はい、10番の袋までありました。説明書が、あれないんですけど、説明書、あれ、あー、ありました、ありました、奥に引っかかっていました。はい、じゃあこちら早速ダウンロードしていきましょう。はい、ダウンロード終わりました。結構長くなりそうですが頑張っていきましょう。まずは1番キノピコからですね。キノピコはマリオと違ってしっかりレゴで組んでいくみたいです。はい、まずはこのピンク色のパーツを上につけていきましょう。はい、そしたら次に赤い胴体ですね。キノピコの体って赤かったっけ。ああ、なるほど、そのちゃんちゃんこみたいなやつが赤いんですね。ちゃんちゃんこって言わないか。あのキノピオとかキノピコが着てるあの上だけの服ってなんて言うんでしょうか。マントではないし、ちゃんちゃんこじゃないちゃんちゃんこって今多分言わないんだろうな。もっとおしゃれな言い方があると思うんですが、ぜひわかる方教えてください。はい、そしたらここに手をはめまして、次に顔を作っていきましょう。なんかこういう人型っぽいものを組んでいくのは変な感じがするんですが、はい、この上に灰色の帽子をかぶせまして、後ろ側にこいつか。はい、じゃあこれをつけていきましょう。なんかちょっと色が違うんですけど、いいんでしょうか。なんかキノピコの後ろ側ってこんな変な色じゃありませんよね。あ、どうせ隠れるのか、帽子っていうかあのキノコのパーツで。はい、そしたら後ろに今度は黒いパーツをつけまして、多分組み方は今までも作ったことがあるキノコと一緒ですよね。はい、これをつけたら今度は、おっと、顔をつけていきます。前でいいんですか。前でいいんですね。はい、じゃあここ、ん、いいんだよな。はい、ここの前に顔をつけまして、はい、そしたらなんだ、ピンク色、ピンク色の丸を2つ出します。でこの上に、あー、なるほど、お下げっていうかあの三つ編みっていうかあの髪型ですね。なんて言うんだろうMK さん、さっきのちゃんちゃんこもそうだけど、こういうおしゃれな言い回しが分かりません。あー、だだだだだだ。そしたらちょっとレゴのパーツを落とさないようにいきたいんですが、はい、このツルツルの丸いパーツつけていきます。はい、こっち側にもつけまして、そしたらこれに、なんだそれ、初めて見たパーツなんですが、これでいいんですよね。はい、これにぐさっと刺していく。あ、斜めにつけるためのパーツなんでしょうか。待てよ、これで限界、もうちょっと奥まで入ると思うんですが、ぐっとやれば、あれ、これで限界、あ、いいのか、いいんだな。あんまり奥まで無理やり差し込まないようにした方がいいみたいです。はい、そしたらここにもぐっと刺しまして、これぐらいの長さは出ていてもいいみたいなんですけど、はい、で、後ろ側に、あー、なるほどね。そういうことが、だから今までのキノコと作り方が違ったんですね。はい、この後ろに髪をつけまして、そしたら今度最後に頭をかぶせていきましょう。これは特に方向はないみたいなんで、OK。こんな感じ？あ、そして頭か。はい、じゃあ最後の最後にここに白いパーツをグッとつけまして、一気に立体感が出ました。まだですね。はい、そしたら次にこの茶色いパーツ、茶色いパーツを下にして緑のパーツつけていきます。はい、そしたらここにまた緑のパーツをつけまして、QR コードをつけていきましょう。これは多分前もあったあのヨッシーのやつと一緒ですよね。はい、でここにキノピコを乗っけて終わり。あ、OK。はい、なんとかキノピコ完成しました。かわいい、かわいいけど、顔があんまり見えない。なんかさ、前のキノコもそうだったんですけど、結構ね、顔が見えない。もうちょっとなんか明るくしてもらってもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、そしたらキノピコ完成ですね。このオレンジ色のパーツ、あ、待って、これさ、あれじゃない？レゴ外し。
なんかレゴがこううまく外れないときにこれを使えば外れるみたいですね。まあ今後多分役に立つと思います。はい、そしたら次2番ですね。キノピオを作っていきましょう。はい、じゃあ早速2番の袋バーッと開けていきまして、なんか結構小分けになってて、まあやりやすいっちゃやりやすいけど、なんだろう、袋をどんどん開けていくのはちょっとめんどくさい感じもしますね。はい、そしたらここの上に白いパーツを乗せまして、まあでも小分けになってない方がめんどくさいのか。結局小分けになってるからこうやって迷わないで済むんですよね。これが全部一緒になってたら、全部のパーツからこれを探せみたいなことを言われて無理なんでね。はい、そしたらここに腕をつけまして、はい、でこの上に、おっと顔か。なんかさっきのキノピコが特殊だっただけで基本的にはこういう顔ですよね。はい、でこの上に今度はこいつ、はい、灰色のパーツとさっきと同じ白色のパーツをつけまして、なんかキノピオっていたようでいなかったもんね、今までね。このセットにしかついてこないのはなんか変な感じがしますが、っていうか今のところあれですよね、ピーチ姫がいないんだよ。なんかクッパ城があるのにもかかわらずピーチ姫がいないから、なんかピーチ姫を助けるんじゃないのみたいな変な感覚なんですけど、どうなんでしょうか。ピーチ姫のレゴ化は諦めたんでしょうか、レゴさん。それともなんか今後スケジュールが決まっているんでしょうか。ぜひピーチ姫のレゴ化もよろしくお願いします。あとはルイージとかあっても面白いでしょうけどね。はい、オッケー、キノピオ完成しました。はい、そして次にまた足場か。はい、ここに QR コードを載せていきましょう。あれ、なんかさっきと足場が違うんですが、はい、でここにキノピオを乗っけて終わり。え、なんかまだまだパーツがありますけど、はい、とりあえずキノピオ終わりました。この2人はどうやって遊べばいいんでしょうか。はい、マリオでここを踏むと、あ、一緒か、ヨッシーと一緒ですね。オッケー、じゃあとりあえず遊んでいきましょう。よーし、じゃあやっていきましょう。まずはキノピオに行って、はい、次はキノピコに行って、これ一緒ですね。言うセリフともらえるコインは毎回変わるみたいですが、効果は変わらないみたいです。一応ヨッシーとも比較してみましょう。ヨッシーに行って、はい、次はキノピオに行って、はい、じゃあ最後にキノピコに行って、一緒か。一応念のためもう一度ヨッシー、変わらないですね。はい、じゃあ次は2番ですね。これは簡単だと思うのでちゃちゃっと作っていきましょう。そう、さっきも言いましたけど、ルイージとかピーチ姫とかって今後は出ないんでしょうか。まあ確かにレゴマリオ結構大量に出たんで、今後出るのはちょっと考えにくい気はしますけど、でも結構ラインナップされていないキャラクターいますよね。最近だとロゼッタとかトッテンとか、その辺もまあ一応マリオ本編で言ったら出てませんし、ドンキーコングとかはまあちょっと本編ではないので厳しいと思いますけど、まあヨッシーがありなんだったらありなんじゃないっていう気もしますけどね。まあでも違うか、さすがにドンキーコングは違うな。あとなんだろう、ロゼッタ、トッテン、まあ、トッテンはいてもいいな。トッテンと追いかけっこみたいなステージがあったら面白いと思うんですけど、レゴさんどうでしょうか。まあ今後も出たらね、実況でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、木ができまして、もう一本木ですね。これは3つのパーツから構成される若干でかい木だと思います。はい、じゃあこういう感じで木の幹を通しまして、はい、じゃあこれを下にして、あと出てないキャラクターいる？パックンフラワーも出てるし、クリボーのこの子、まあパタパタ、まあパタクリボーとかは確かキャラクターパックにいたような気がしますけど、はい、そして次これがなんだ？キノコ、まあキノコなんでしょうね。キノピオの隣にこういうキノコ、普通のキノコを置くのはちょっと変な感じもしますけど、はい、そしたら待って待って待って爪が短くてちょっとこれが取れません。そしたらはい、こういう感じでキノコを組んでいきましょう。ケイめっちゃ簡単だった。はい、これでとりあえず2番は終わりました。こういう感じで1番1番が短ければそんなに長くないんじゃないかなと思っているんですが、はい、次は3番ですね。3番はこれなんだ、結構簡単な気はしますけど、じゃあちゃちゃっと組んでいきましょうか。はい、じゃあこっち側にパーツを出しまして、いつもね左側にパーツを出すようにしているんですが、待って取れない。そう、こういう感じでさ、袋の中に残ってたりして、なんか MK さんなくしてるんじゃないかなっていう気がするんですよね。前回もあれなくしましたよね、ドッスンの中、ドッスンの中のパーツなくしてるんで、あんまりなくさないようにやろうと心がけましょう。今度からはなんか紙コップとかに入れるといいですよみたいな意見もあったんですけど、なんかね紙コップの中からガチャガチャって毎回探すのもめんどくさいので、一人でやるんだったらいいですけど、実況的にはちょっとあれかもしれませんね。なんかいい方法があれば教えてください。そしたらここに灰色のパーツをつけまして、ここの上をこのツルツルのパーツで押さえていきましょう。待てよ、これってさ、あれだよね、今まで MK さんが散々どんがらがっしゃんしてきたあれですよね。はい、じゃあここに黒いパーツを乗せまして、最後にこいつ乗せていきましょう。あれだわ。
うわこれむずいんだぞ本当に。でも持ち手があるから前よりは簡単な気もする。持ち手なかったからね前回のやつは。はい、とりあえずこれで3番完成しました。じゃあ早速遊びましょうか。多分遊び方一緒だと思うんですけど、はい、マリオを乗っけてここをぐるぐる回していくですよね。よし、じゃあ早速やっていきましょう。よし、じゃあ行きますよ。前回のスターターコースは MK さんめっちゃ苦手だったんですが、今回はどうなんでしょうか。おっと待てよ、これさ持ち手があったらめっちゃやりやすいぞ。はい、この持ち手を持ってぐるぐる回していく。え、簡単じゃない。なんか前回のスターターコースがめちゃくちゃ難しかっただけだと思います。はい、とりあえずクリアはできました。はい、そしたら次にこちら黄色い家作っていきましょう。これは結構パーツが多いので大変だと思います。頑張っていきますよ。まずはこれじゃないんですね。緑色の足場パーツにこれか、茶色い棒をつけていきます。その次にこちら灰色の丸をつけまして、なんだかこれギミックがあるみたいですね。 QR コードはどこにつくんでしょうか。はい、そしたら今度はこれ多分家の土台部分だと思います。はい、ここをつけまして、次に緑色の草を右側につけていきましょう。なんかこれ角度を合わせないとミスりそうなんで、しっかり角度見ながらやっていきたいと思います。はい、でこの上に茶色い階段かな。はい、階段をつけまして、でこの上には黄色い花、可愛いですね。はい、でこの次なんだそれ。めっちゃツルツルなパーツなんですが、はい、じゃあこれをここに1個、でこっち側にも1個なんですけど、待ってこれさバランス悪いな。早く固定したい感じなんですけど。はい、でこの上に、おっと固定が来ました。この肌色のパーツ上にもつけていきましょう。 OK、 めっちゃツルツル。どうしたこれ、レゴっぽくないんですけど。はい、次はこれか、この棒に茶色いこいつ、はい、穴のついたパーツを刺していきます。これがギミックなんでしょうか。はい、でここに黒いこいつを刺しまして、ギミックだな。なんなんだ、うわなんだそれは。なんかストッパーみたいなものをつけるみたいなんですが、方向はない、大丈夫、あるな、方向ある、あ、ないわ、ないないない。はい、じゃあここにこいつをガチャッとつけまして、反対側にもこの茶色いパーツつけていきます。そしたらこれ待って、抜けるけど、結構抜けそうですけど、ここでいいんでしょうか。はい、じゃあここにこいつガチャッとつけていきましょう。なんだ、何がしたいんだ。あー抜けない、あ抜け、あそっかそっかそっか、中に入れてるから抜けないんだこれ。 OKOKOK。 そしたら次にこれ白いパーツのツルツルはどこ行った、ありました。そろそろパーツが少なくなってきたんで見つけやすくはあるんですけど。はい、そしたらここに黒いパーツないぞ、ちょっと探します。はい、 iPad の下にありました。はい、じゃあこちらをここにぐさっと刺しまして、ぐっと曲げる。はい、曲げて何なんだ、ここか、え待ってよく分かってないんですけど、ここにこういう感じで刺すの、待って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 、何が正解だ、違うな、こっちだ、こっちが正解なんで、こう来てここが正解。 OKOKOK、多分これで合っていると思いますが、この白いのは何なんでしょうか。はい、そしたら次に茶色いここ、柱を立てまして、家を豪華にしていく感じですね。キノピオの家ってあのスーパーマリオブラザーズ3にあるじゃないですか。多分それがモチーフになっていると思うんですが、スーパーマリオブラザーズ3だと、アイテムとかがもらえたりするんですけど、あれ待てよ、茶色いパーツがもう一つ見当たらないんですが、これじゃないぞ、え待てよ、どこ行った、茶色いパーツがもう一つ入ってないと思うけど、あれ待てよ、ちょっと待ってね。はい、 iPad の下にありました。もうこの下潜り込みすぎ。なんかこう対策できないんですかね。なんかここ壁作っとく。そしたら今度はここにこれか、肌色のツルツルパーツをつけていきます。なんかさ前回あのなくしたパーツ未だに見つかってないんですよね。あの後 MK さん結構この辺片付けたりして探したんですけど、ないので多分入ってなかったんだと思います。問い合わせれば多分もらえるんでしょうけど、まあいいや。特に間に合ってるし大丈夫です。そしたらここにこうつけて、レゴさんがこの動画見てたらぜひあの前回足りなかったパーツ送ってくれると嬉しいんですけど、いいです、大丈夫です。そしたらここに茶色いパーツがっちりつけまして、今度ははい、茶色のパーツ2つを重ねていきましょう。こうなったらもう絶対外れません、レゴは。あ、でも待てよ、レゴ外しを使えば外れる感じ。ちょっとやってみようか。はい、じゃあここでレゴ外し上の1個だけ外していきたいと思います。素手だったらもうね絶対外れない、あ無理、素手だったらここは外れないんですけど、レゴ外しの力どうなんでしょうか。はい、レゴ外しで、あ待って待って待って、まんま行っちゃった。まんま行くんじゃなくてここだけ、ここだけ、おお外れた、すげえ、すごっ、マジか、やった、
めっちゃいいアイテムゲットしました。はい、そしたらここにまたはめまして、うわこんなうまく外れるんだ。さすが公式品というか、さすがね公式のレゴ外しという感じですね。はい、そしたらここに黄色いパーツを2つつけまして、すごっ、普通に感動した。あの普段レゴやってる方ならわかると思うんですけど、マジでこの同じ平らのパーツ2個重ねたらもうね手では剥がれないんですよこれあんまりねこういう付け方しない方がいいですよみんな。あ、これはキノピオのあれか、この ベストっていうのか、キノピオのベストをこう意識した色合いなんでしょうか。はい、そしたらここに黄色いパーツをつけまして、え、これ裏側、裏側だったら全然意識した作りになってないと。あ、裏側でもなんでもないわ、こうなるんだこれ多分。じゃあここ関係ないですねキノピオの色を意識したんだと思いましたが、そういうわけではないみたいです。はい、そしたら今度はこの白いパーツに、これじゃないか、いやこれだな、これに黄色いパーツつけていきます。はみ出しますよねはみ出すのは無視してつけちゃっていいんでしょう。はい、そしたらここにこうして、おっとなんだ、バームクーヘンみたいなものをここにこうやってつけていきまして、これをこっち側にガチャっといきましょう。ん？どこ？あ、ん？こういう感じ？あー、なるほどなるほど。あんまり今のところこれ強度強くないですよ。ここの一つだけでつながってるんで、まあ多分最後になんか塞いだりするんでしょうけど、違う違う違う。はい、でここ今度はまた白いパーツにこいつをつけまして、え、合ってるよね？さっき、え、これめっちゃ外れやすいと思うんだけど大丈夫？はい、でこれを今度は、はい、バームクーヘン状にしたら反対側につけ、え、待って、つけていきますはいいんだけどさ、ここ1個でしか止まってなくないか、これでいいの？え、めっちゃ外れやすいんですけど。はい、そしたら、うっそ、じゃあつけちゃうよ。つければ外れにくいとかないよね？え、待って、そこつかなくね？待って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 、え、なんかミスってる？なんか MK さんが、あー待って、ミスってるね、ミスってるわ。だよ、だよね、だよね。そうだと思った。さっきこれ、レゴ外しで遊んだ時にミスったんだ。オッケー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 。こうだな。そう、さすがに今、強度おかしいと思ったもん。そしたら、ん？あ、こうだな。はい、こうした。これだったら大丈夫よ。これだったら絶対外れないわ。はい、で、これでここにガチャッとつけていく。オッケー。はい、キノコの家完成じゃないな、まだか。はい、今度はこの白いパーツにこの、ピンク色のブロックつけていきます。こんなパーツはマリオ本編にはないんですが、はい、じゃあこういう感じでつけていって、あー、なるほど、わかった。こうしてこうしとくでしょ。でレゴマリオでここ踏めば出てくるんだ。なるほど。あれ、戻んないな。戻すのは手動なんでしょうか。はい、でこう来て、なるほどね、そういうことですね。わかりましたわかりました。はい、じゃあ今回はとりあえずこれぐらいにしておきましょうか。こっから進んじゃうとまた時間かかっちゃいそうなんで、次回はじゃあこの、なんだろう、渡るやつみたいな、そういうやつから作っていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。